ボンジュガトゥーということですねえっ、ー、と引き続き伊藤のヨタ話宇宙調理理論についてですけれどもまあロードマップ1-2ですねえー、前回からこれ入ってくるんですけども入ってきたんですけれども でえっと、ロードマップ1-2の括弧1というところで今回からはですね月面基地の全体構造について追求していきたいというところですが覚悟してくださいここから長く複雑になってきますついてきてくださいお願いしますまああのー、聞いてるのがね、まあ、なかなかしんどいなっていう時はですね やっぱり文字媒体で Facebook とか他の僕のホームページとかそういうので見ていただけたらなと思います。はい。ということで長く複雑になってくるので今回からちょっとねペースを落として話していこうかなと思います。はい。じゃあいきます。あ、その前にですね押すだけですのでいいねだけよろしくお願いします。はい。ということで え順を追って最初からですね、いくというところで、まず、括弧1の1、1月面基地のですね全体構造について話していきたいと思うんですけれども、かっ1の1の、さらにですね、これ、A としましょう、はい、居住エリアと作業エリアの配置ですね、前回お話ししました。 月面基地は居住エリア生活、睡眠、調理のエリアと作業エリア研究、メンテナンスに分かれるエリアと2つのエリアに分かれることがまあ一般的ですという話をしましたで、えー、これらのエリアにはです、ね、効率的な動線と安全性を確保するために配置される必要があるこれについて追求していきたいと思います、はいまあ、上記の今言った話ですね1-2の A に関しては やはりですね居住エリアに焦点を置いてですね、えー、宇宙飛行士、まあ、それぞれにですね生活、睡眠、調理の、えー、3エリア3つのモジュールが割り当てられるとしてそれぞれにですねどのぐらいの広さが与えられるか許されるか、えー、効率的かこういった話をですね、えーまあ、追求していきたいなというところで、まあ、特に調理 仮に、まあ、厨房モジュールとか調理モジュールとかとしてですね与えられるベストな広さこれは想定でどのぐらいかというようなことが1つですね。はいでえー、っと2つ目、モジュールの構造ですね月面基地はですね各機能がモジュール、かっこユニット化される可能性が高い。 えー、調理施設も独立したモジュールとして設計されて他のエリアと連結されることが考えられますというのを前回お話ししました、えー、これについてですねこれに関しては蒸気、えー、の1-2の,の B としてですね、えー、関しては厨房モジュール調理モジュールっていうのは最も危険かつ他のモジュールやあー宇宙飛行士にも危険が及ぶ可能性が想定されますと。 でその際に緊急のモジュール切り離しボタンとかですね、えー、緊急消火ボタンなどの、まあ、緊急システムが必要かと、まあ、思いますとそうですね想像できますと上記さっきのですね1の2の A の追求結論次第、えー、これの結論次第なんですけれども、えー、これですね、えーとまあ、居住エリア、作業エリアの配置このサイズですね、調理、えー、厨房モジュールのーサイズとか これによるんですけれども、この設計次第なんですが、どのような機能の緊急システムが必要で、それらは導入可能かどうか、これらが追求できるところかなというところですね。いということで、最初のですね1の2の A、居住エリアと作業エリアの配置について、まずですねこの A の1に関しては、ですね居住エリアにおける各モジュールの広さ。 ね、これについてちょっと考えていこというところで月面基地の居住エリアはですね生活、睡眠、調理の3つのエリアに分けることができますとで、えっと、これらのエリアそれぞれの広さは快適さ、機能性、安全性を考慮した設計が必要になりますよねというところで、えー、まずはですね生活モジュールに関してリビングモジュールという。 生活モジュールはです、ね、宇宙飛行士の個人的な活動やです、ね、リラックスそしてコミュニケーションの場として機能しますとで適切な広さはおよそ20から30平方メートル、まあ、日本でいうとです、ね、12畳から19畳ぐらいです、ね、程度と考えられますと、まあ、これによりです、ね、個人の生活空間と共有スペースを確保して快適な居住環境を供給できるんじゃないかな提供できるんじゃないかなというところですね 2、はい、つ目、えー、睡眠モジュール、えー、スリーピングモジュールです、ね、に関して、えー、睡眠モジュールはです、ね、静かな環境を提供してです、ね、宇宙飛行士の体調を保つために重要になりますよと、でここではです、ね、3から5平方メートル、最大で3畳ぐらいですね、日本でいう畳3畳分ぐらいが、まあ、標準サイズかなというふうに考えられますと。 でこれはですね最低限のプライバシーと快適なベッドスペースを提供するために、まあ、最低限重要な大きあ十分な大きさかなというところですね。で3つ目、えー、調理モジュール、厨房モジュール、キッチンモジュールですね。はいえー、この厨房モジュールはですね、えー、と食品の調理と保存を行う重要なエリアになります。でこのエリアの広さはです、ね、10から15平方メートル。 ま畳6から9畳程度が理想的じゃないかなというところで、えー、この広さはです、ね、基本的な調理器具や食品の保存スペースそして作業スペースを考慮したものでありです、ね、効率的な作業環境を提供するための最低限のスペースの確保とする、えー、ということでいかがでしょうか、はい、ここまでが、えー、さっきの居住エリア各モジュールの広さに関する、まあ、回答かなと考察かなというところですね で次に1-2の B、モジュール構造と緊急システムについての考察、お話ししていきたいと思います。厨房モジュールっていうのは、ですね、えーまあ、火が使えるか、使う、使わない関係なく、ですね、まあ、何か電気がショートしたりとか、いろいろあると思うので、えー、火災やガス漏れなどの、ですね、ガス使うかどうか分からないですけど、も、ガス漏れなどの緊急事態が発生しやすいエリアになりますと。 そのため、以下のような緊急システムが必要になりますよというところで、まずはですね緊急モジュールの切り離しボタンというところですね。もし火災や重大なガス漏れなどの事態が発生した場合、ですね調理モジュールを他の居住エリアから迅速に切り離すことができるシステムが必要になりますよと。これによりですね被害が他のモジュールに拡大するのを防ぎますというところで、切り離しボタン、1つの例としてあると。 2つ目、緊急消火システム、えー。調理モジュールにはですね、えー、火災を即座に消し止めるための、えー、自動消火システムが必要になりますよとで。このシステムはですね、火災発生時に即座に作動し、周囲の酸素を遮断するとかですね、えー、消火剤を散布するということで、えー、火災を抑えることができるんじゃないかなということですね。で、3、えー、つ目として、ガス漏れ探知機と自動シャットオフ。 機能を持ったあモジュールシステムですね、えー。ガス漏れを検知するセンサーをモジュール内に設置して、えー漏れをかんえー、ガス漏れとかを検知した瞬間にですね、えー、ガス供給を自動的にシャットオフする機能が必要になるというところですね。で4つ目、エアロック、機密ドアですね、えー。これは調理モジュールと他の居住エリアを区切るですねエアロックが必要になりますよと。でこの機密ドア、 ですね緊急時に他のモジュールへの影響を最小限に抑えるために使用されますというところではいこのエアロック機密ドアやることによって先ほど上に出したですね酸素をシャットダウンする機能とかですねそういったことが使いあの利用しやすくなりますよというところですねはいでこれらの緊急システムはですね現代の宇宙開発技術の 進展を考慮すすればですね、まあ、十分導入が可能なものですよねと、まあ、実際に今あの使われている宇宙ステーションでのいろんな機能、モジュールとモジュールの間の機能だったりとか、まあ、普通にですね現代あの日本とか、まあ、普通にこう地球の、ね、地上で使われているレストランとかでの消火システム、ビル、警察、各省庁だったりとか、例えばうん消防署。 とかいろんなところでですねビルとか高層ビルとかで使われている消火システムだったりとか緊急システムこれをですね、まあ、導入することによって、まあ、全然、えー、導入可能なものかなというところですねでもちろんさらにですね技術革新によりですねシステムの信頼性とかコンパクトさ、えー、重要ですねさらに向上することが、えー、さらに向上することがですね期待されますとでこれらの考察に基づいてですね具体的なシステムの仕様とか配置の詳細を次回からまた 深掘りしていくことが次のステップにななるかとといいうところではい、次回は上記の結論からですね、えー、1の2の Bα からですね具体的なシステムの使用そして1の2の B の β 配置の詳細について追求していきたいと思いますはいということで,ですねえー、っともっと長くなるかなと思ってゆっくりしゃべったんですが、えーっとまあ、ただ複雑にはなってきていますということで、えー、いつ 前回よりもちょっと短い時間で終わったのはああよかったなというところですが、どん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 ですね、こういったふうに枝分かれしてですね、えー、と一度の動画、一度の記事でですね、追求する項目が細分化されて、それを一度に答えていくと、こう一度に考察して、一度にその解をできるだけ出していくというところで、これからま,またですね、もっと。 えー、複雑になってくるので、えー、皆さんですねできればいいねとともについてきてくれればと嬉しいなと思いますはいということでですね、えー、今回はこんな感じで終わりたいと思いますありがとうございましたあらっぽうの方はい、はということで,で動画を最後まで、えー、見ていただいてありがとうございました えー、よろしければこいいね、高評価、ですねする、えー、とコメントお待ちしております何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてくださいあとですね、工程料理について、えー、興味ある方いらっしゃいましたら、えー、コメント欄とかに、えー、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、えー、ぜひチャンネル登録と、えー、合わせてよろしくお願いいたしますそれでは、えー、またアりラとプシざいました。